皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の堀です。今日は、堀さんと2人でこの北斗の拳を使ってちょっとおしゃれな、今流行りのドリンクを作っていきたいと思います。堀ちゃん、今日はどんなドリンクを作るんですか？これはですね、私の大好きなタピオカです。念願ですね。今回私本当は一人でね、いつもみたいに一人でやろうと思ったんですけど、タピオカって言った瞬間にすごいなんか私もやりますみたいな。それで今回は一緒に作ることになりました。では早速作っていきましょう。はい、では用意するものは、こちらの北斗の拳の、プロテインと、いつもの通り、お水200、そしてタピオカになります。このタピオカなんですけど、堀さんどうやって用意してくれたんですか？レンジで600ワットで1分チンするだけで、そういう状態で売ってるんですね。そうなんです。なるほど。冷凍でコンビニの冷凍コーナーに行けば売ってるということなんです。すごくね、私簡単でいいですね。はい、はい、でタピオカを用意します。では、早速作っていきましょう。お水200に、大スプーン1杯入れていきます。お願いします。北斗の拳、こちらほうじ茶ラテ風味になります。はい、いつも通りプロテインができました。ではこれを、器に入れていきたいと思います。可愛いグラスあったらすごくおしゃれになると思うので、に、タピオカを入れて、こちらのプロテインを入れれば完成です。私はですね、ちょっとさらに濃厚にしたいので、ちょっと牛乳で作っていきたいと思います。おー、完成です。ちょっとこれあえてね、いつも以上作って泡多めの方がなんか美味しそうかなと思って作りました。美味しそう。もうお店にあるやつですね。では森ちゃん、できたから早速試飲していきましょうか。やったー。いただきます。いただきます。いいですね。やっぱりほうじ茶の香ばしいのがすごくいいですね。プロテインだと思わないですね。タピオカもいいですね。美味しい。今回この、タピオカなんですけど、タピオカの栄養価はほとんど、糖質になります。タピオカはキャッサバというでんぷん質のものですね、原料になっているので、お芋みたいなものですかね。なので、糖質、炭水化物が、多めのものなので、今回入れた量が1袋で 40g だったので、大体炭水化物量が 13g ぐらいになります。で、こちらのドリンクの方の、プロテインは、いつも通り、タンパク質が 20g 以上。北斗の拳ですと 20.4g なので、そこにプラスしてタピオカの炭水化物を取ることができますので、本当お子様のおやつにもいいですし、トレーニング後にね、炭水化物を、タンパク質リカバリーにいいので、そういうタイミングで本当にトレーニングのご褒美としてね、飲んでいただくのもいいんじゃないかと思います。これがご褒美だったら頑張りますね、トレーニング。そうですよね。でしかも本当にこれレンジでね、チンしてすぐ簡単にできるから、時間もかからないし、タピオカチンして混ぜるだけですからね。楽チンです。楽チンですね。美味しい。お店で飲むより圧倒的にエネルギー量も低いのでね。絶対そうですよね、お店で飲んだらかなりね、甘いから、かつ、ね、タンパク質もしっかり取れるっていうところでも、いいことしかないです。すごい。あ、やっぱり牛乳で作ってる方が濃厚です。よりクリーミー、さっぱりとお茶の味を楽しみたい方はお水で作っていただいた方がいいですし、やっぱ牛乳だと濃厚なので、よりラテ感があるっていうか、すごく美味しいですね。
本当気分でいいと思います。こっちもすごい、あのお水でも本当十分美味しいから、さっぱりめが好きな人、ちょっと濃厚めが好きな人で使い分けていただいたら、うん、まあ、ぜひね両方ちょっと試していただいて、ご自分のお好みの、もの見つけてもらえればと思います。豆乳とかで割ってもね、美味しそうですよね。あ、そうですね、豆乳ね、いいと思います。では今日は、北斗の拳の明日への種もみ風味、ほうじ茶風味の味ですね、こちらを使った、タピオカドリンクを、作ってみました。今日の動画が良かったと思っていただいた方、ぜひこちらのタピオカドリンク作ってみたいな、飲んでみたいなって思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。